足がしびれてきました。はっ、弱音を吐いちゃいけません。これもきっとエトナさんが私に貸した試練ですよね。こんなことでへこたれていたら宇宙刑事の助手は務まりませんから。でもよく考えたら助手は変身して戦わないですよね。変身したいな。エトナさんに頼めば一回くらい何とかしてくれますよね。そうですよ、助手が変身してもルール違反じゃないです。新展開ですよね。早速変身ポーズと掛け声を決めなければ。変身トン。魔界の平和は私が守る。小さないたずら許しません。愛と正義の宇宙刑事助手ジャスティスクロン、あなたのハートにラブ&ピース。ウロン、変身見習いフロンよ。そうですね、まず右手を左回りにこう回して、あ、いや違いますね、こう円を描いて体を大きく見せるのが変身ポーズのポイントですよね。フロン。は、はい。あれ、どなた様ですか。私は神だ。大天使よりも位高い万物の創造主である。神様、どこにいらっしゃるんですか。わけあって姿は見せられる。だがフロンよ、神である私の言葉を心して聞くのだ。本当に神様なんですか。どこかで聞いたことがある声ですけど。にわかに信じられるのは仕方がない。だが私は天使見習いであるお前がなぜ魔界にいるかも意図をしておるのだぞ。大天使より魔王暗殺の命を受けているのである。どうしてそれを。神だからだ。なるほど、神様だからですか。納得です。フロンよ、良いことを教えてやろう。お前が先ほどここで会った悪魔の娘がいたであろう。はい、エトナさんです。そのエトナとかいう小娘こそこの醜く汚らわしい魔界の王なのだぞ。訳のわからんことを。ではお前は神である私が嘘をついているとでも言うのか。そんなことはありません。エトナはこの世を狂わす悪の権化よ。私も手を焼いておる。今一度神として見ずる。フロンよ、エトナを抹殺するのだ。はい。何をしておる、さっさと探しに行かんか。はい。愚かなやつに、まんまと騙されおったわ。悪魔どもを滑る魔王があんな小娘なわけがなかろう。これでフロンが帰り討ちに会えばよし。万一エトナを倒したとしてもフロンが魔界で勝手な行動を取ったと大天使様へ報告すればよいこと。これで魔王暗殺の命はこの天使長ブルカノに回ってくるはず。
大天使の地位にも近づけるというものよ。Yeah.